ダイエットに苦しむのはもうやましょう。富永です。今日は夏まで2ヶ月で6キロ痩せる食事法について徹底解説していきます。今が6月頭なので、夏までもう2ヶ月を切りました。おそらくこの動画を見ているあなたは、今年こそはどうにかして夏までに痩せたいというふうに考えているはずです。今日はどんなズボラな人でも確実に夏までに6キロ落とす食事方法を徹底的に解説していきます。夏までにどうにか痩せたいと考えているのであれば、ぜひ動画を最後までご覧ください。では早速内容に入ります。まず2ヶ月で6キロ痩せる理論についてです。今の体重にもよりますが、 BMI が25以上なので痩せる余裕があるのであれば、1ヶ月で3キロ落とすというのは簡単ではないんですけど、頑張れば達成できるレベルになります。もちろんですね、今の BMI が20とか18であればですね、かなり厳しいですし、よほどの理由がない限り、今の体重から1ヶ月で3キロ、2ヶ月で6キロと落とすのはお勧めできません。ただですね、どんな状態にある人でも、体重を落とすための理論というのは基本的には同じだというふうに考えてください。そして2ヶ月で6キロとなると、むくみで大体1から2キロ、脂肪で4から5キロ落としていくというイメージになります。もちろんですね、脂肪で6キロ落とすって考えてもいいんですけど、おそらくですね、むくみがある人がほとんどだと思いますので、むくみの改善で1、2キロは落とすと考えた方が圧倒的に楽です。脂肪と違ってですね、むくみであれば、数日から1週間で1、2キロは簡単に落ちます。これがですね、脂肪になると1キロ落とすために約7200キロカロリーのマイナスが必要なので、2ヶ月など時間をかけてやっぱ減らしていかないといけないんですね。具体的な計算をすると、むくみで2キロ、脂肪で4キロと考えると、2ヶ月で約2万8000キロカロリーのマイナスを作る必要があります。そうなると、1ヶ月で1万4000キロカロリー、1日で約450キロカロリーのマイナスを作れば、理論的に2ヶ月で脂肪を4キロ落とせることになります。これはですね、食事だけでもいいですし、運動を加えて考えても OK です。基本的にはですね、食事だけでなく運動も組み合わせた方がいいんですけど、今回の動画ではですね、食事だけで体重を落としていく方法をお伝えします。そして夏までに6キロ落とすためにやってほしいことは主に9つです。夏までに痩せるポイント。1つ目、禁酒。夏までに体重を6キロ落とすために真っ先にやるべきことが禁酒になります。お酒を飲むとむくみも便通も悪くなる可能性が高いですし、食欲も乱れて食べ過ぎてしまいやすくなるからです。アルコールを飲むとですね、血管が拡張したり、一緒に食べる塩分が多い食べ物の影響を受けたりして、めちゃくちゃむくみやすくなります。お酒を飲む人なら経験したことありますよね。私もお酒を飲みすぎた翌日ってのは、体がめちゃくちゃむくみやすく重いです。またお酒っていうのはですね、自律神経のバランスを崩すことで便通も悪くします。そして食欲に関してもですね、血糖値を乱したり、脳を暴走させたりすることで、お酒っていうのは食べ過ぎを招くことにつながるんですね。正直ですね、夏までに体重を落としたいと考えているのであれば、お酒は真っ先に優先してカットしていくべきだと考えています。もちろんですね、長期的に痩せていきたいのであればですね、お酒はうまく付き合いながらやっていった方がいいんですが、期間を決めての減量を考えているのであれば、お酒は基本的には NG です。私でもですね、夏までに体重を落とせと言われたら、お酒はやめるか、かなり量を減らします。このようにですね、夏までにどうしても痩せたいっていうのであればですね、お酒っていうのは一番最初に削っていくようにしましょう。夏までに6キロ痩せるポイント。2つ目、水を 1.2 リットル飲む。夏までに痩せるためには水を適量飲むっていうことも大切になります。適量の水分補給っていうのはむくみを改善するだけでなく、食欲を抑えることにもつながるからです。むくみっていうのはですね、簡単に言うと血流やリンパが滞ることによって起こります。水っていうのは飲みすぎても飲まなすぎても血流やリンパの流れを滞らせる原因になるんですね。また喉の渇きっていうのは食欲を強めて食べ過ぎを招くことにつながるため、痩せるためには適量の水を飲むことが大切なんです。そして適量っていうのはその人や活動量によって全然違うんですけど、一般的にはですね 1.2 リットル前後だというふうに考えられています。なので 1.2 リットルを基準にですね、あとは喉の渇きや尿の量などで調整するようにしましょう。特に女性はですね、水を意識しすぎて3リットル以上飲む人と、全く意識せずにほとんど水を飲まないという人、この両極端に分かれる傾向にあります。なので今あなたがですね、どれぐらい水を飲んでるかっていうのを確認して適量飲むように調整していきましょう。夏までに6キロ痩せるポイント。3つ目、味付きの飲み物はやめる。甘い飲み物などですね、基本的に味がついている飲み物っていうのは飲まないようにしましょう。無駄なカロリーをカットするときに真っ先にやるべきは飲み物によるカロリーカットだからです。ジュースはもちろんのことを、可能であればですね、カフェラテなど甘くなくてもカロリーがある飲み物っていうのは控えることをお勧めします。飲み物ぐらいと思うかもしれませんが、何気なく飲んでいる飲み物で100キロカロリーや200キロカロリーとカロリーを取っていると、アンダーカロリーを作るのはかなり難しくなります。しかも飲み物でカロリーを取りながらトータルカロリーを減らしていこうとすると、食事を削らないといけなくなるので、必要な栄養素を補えなくなるんですね。
こうした理由からですね、何気なく味付けの飲み物を飲んでいるのであれば意識して減らすようにしましょう。カロリーカットをするときは食べ物よりも飲み物が先になります。夏までに6キロ痩せるポイント、4つ目、緑茶を1日 500ml 飲む。夏までに痩せたいのであれば水とは別に緑茶を1日 500ml 飲むようにしましょう。なぜなら緑茶にはむくみ解消と体脂肪の燃焼効果が期待できるからです。まず緑茶には利尿作用があるカフェインが入っています。なので緑茶を飲むことで排尿が促されて無駄な水分がなくなり、むくみが解消されやすくなるんです。また緑茶に入っている EGCG というカテキンには体脂肪を減らす効果が期待できます。そして体脂肪燃焼のために必要なカテキンは 500mg とされていますが、ペットボトルの緑茶 500ml だと平均して200から 300mg のカテキンが入っているので、1日2本飲めば必要量を満たせますよね。もちろんですね、緑茶の飲みすぎっていうのはですね、水分不足を招きますし、カフェインに敏感な人は最初から1リットルも飲むと調子が悪くなるという人もいます。なのでまずはですね、1日 500ml から目指すようにしましょう。緑茶はですね、むくみ改善、体脂肪減少にはめちゃくちゃ有効な飲み物です。夏までに6キロ痩せるポイント、5つ目、玄米麦ご飯を食べる。夏までに痩せたいのであれば日々のメインの食はご飯、その中でももち麦を混ぜて食べることをお勧めします。ご飯は主食の中でもダントツに脂質が低い上にめちゃくちゃ満足感が高く、それにもち麦を混ぜると食物繊維がたくさん取れてさらに満足感が高くなるからです。このようにもち麦を食べることで体重が落ちたという人はたくさんいます。そしてですね、なんだかんだですね、やっぱり日本人にはご飯が合うんですね。しかもご飯をメインにするとおかずっていうのもですね、自然と低脂質なものになるので、トータルカロリーっていうのも低くなりやすいです。ただご飯のデメリットはですね、食物繊維が少ないことで、それを補うのがもち麦になります。もち麦っていうのは全国のスーパーでも手に入りますし、白米と比べて数十倍の食物繊維が入っているんです。なので白米にもち麦を加えることで満足感っていうのはさらに高くなります。またもち麦には水溶性食物繊維が豊富に含まれていて、その水溶性食物繊維が腸内環境に働きかけて食欲と代謝を安定させる力があるんですね。なのでもち麦が嫌いでなければですね、ダイエット中のメインの主食はもち麦ご飯一択だというふうに言っても過言ではありません。さらにですね、もし嫌いでなければ玄米にもち麦を混ぜるとさらに食物繊維を増やせますし、咀嚼回数を増やすことにもつながります。なので玄米やもち麦が嫌いでない、そして消化能力が弱くないっていうのであればですね、主食は基本的に玄米麦ご飯にすることをお勧めします。夏までに6キロ痩せるポイント、6つ目、夕食にキウイを食べる。夏までに痩せたいのであれば夕食の一品としてキウイを食べることをお勧めします。なぜならキウイにはむくみ改善やカロリーを抑える、そして睡眠の質を改善する効果が期待できるからです。キウイにはですね、むくみ改善に有効なカリウムが豊富に含まれています。なのでキウイを日常的に食べることによってむくみっていうのは改善されやすくなるんですね。またキウイっていうのはカロリーが低い上に満足感が高いので、夕食の一品として加えることで自然と摂取カロリーを抑えることができます。さらにキウイには睡眠の質を高める効果があるということが分かっているので、夕食時にキウイを食べることによって睡眠の質が上がって食欲と代謝の改善につながるんです。どうしてもですね、ダイエットしている人には果物は太るというイメージを持っている人が多いですが、全くそんなことはなく、むしろ果物を食べた方が痩せやすくなります。その中でもですね、特に夕食時のキウイっていうのはおすすめですので、嫌いでなければですね、取り入れていくようにしましょう。夏までに6キロ痩せるポイント、7つ目、間食は基本的になし。当たり前なんですけど、痩せたいのであればですね、間食っていうのは基本的にはしないようにしましょう。なぜなら間食をすると無駄にカロリーが蓄積されてしまうからです。カロリーカットの基本はですね、飲み物から削って次は間食になります。間食ってのは食事と違って本来不要なものであるので、取らなくてもいいなら取らない方がいいんですね。もちろんですね、中には分食した方が血糖値が安定して痩せやすくなるという人もいます。ただ基本的にはですね、間食ってのはなくした方がいい人が多いというふうに考えてください。特にですね、毎日何気なく間食してるんであれば少し頑張ってですね、間食は減らしていくようにしましょう。夏までに6キロ痩せるポイント、8つ目、脂質を 15g 以内にする。飲み物、間食の次はですね、脂質を意識してカロリーをカットしていきます。当たり前なんですけど、脂質が多いものを取るほどカロリーっていうのは増えてしまうからです。知っての通りですね、脂質っていうのは炭水化物やタンパク質と比べて同じ重さであってもカロリーが2倍以上あります。例えば同じ 100g の食べ物であってもタンパク質メインのものと脂質メインのものだとカロリーが倍違うということです。これはどういうことを指すかというと、脂質が多いものっていうのは少ない量でたくさんのカロリーを取ってしまうということになります。つまりあんまり食べてないのにカロリーだけ高いという状況になってしまうんです。そして脂質に関してはですね、数値で言えばおおよそ1食で 15g ぐらいを目安にできるといいと思います。もちろんですね、人によって細かい数値っていうのは変わるんですけど、15g を意識できれば十分です。
カロリーカットをしていくのであればですね、あまり脂質が多いものっていうのは日常的に摂らないようにしていくことが大切になります。夏までに6キロ痩せるポイント9つ目、肉を1日1食にする。意外かもしれませんが、夏までに痩せたいのであれば肉は1日1食にできるとベストです。なぜなら肉ばかり食べていると脂質、特に体脂肪を増やしやすい飽和脂肪酸が多くなってしまうからです。一言で脂質といっても、脂質にはですね種類があって、それぞれで体脂肪への影響っていうのは違います。具体的にはですね、肉に多く入っている飽和脂肪酸っていうのは体脂肪をつけやすく、魚や大豆に豊富に入っている不飽和脂肪酸は体脂肪になりにくいということが分かっています。なのでタンパク質源として摂る主菜は肉を少なめにして、魚や大豆製品を積極的に使っていった方が痩せやすくなるんです。朝は納豆や豆腐などの大豆製品、昼と夜で肉と魚にするなど、さまざまなタンパク質源をローテーションして使っていけるとベストです。多くの人はですね、肉が多く魚と大豆が少ない傾向にありますので、ぜひですね積極的に魚と大豆製品を増やしていくようにしましょう。どうでしたか？夏までに6キロというと難しそうに感じるかもしれませんが、冷静に考えていくと不可能な数字ではないというふうに感じたはずです。またですね、そのためにやるべきこともそこまで難しいことではないと思いますので、ぜひですね、あと2ヶ月夏までに痩せたいと考えているのであれば、今回の動画を参考に夏までに痩せられるように頑張っていきましょう。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また今年中にチャンネル登録者数20万人を目指して一生懸命頑張りますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。